こんにちは、キッドブーツリズムタカです。よろしくお願いします。本日はですね、前回の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、我々リズムアディダスのイベントの方に出演しました。すごかった、そちらの方動画こちらになります。はい、トラップビタドメチャレンジ、ロコンボ様をお願いいたします。うわぁ、その中でこのスパイク、もうちょっとそのイベントの方で履いてるんですけど、我々4人とも今回紹介するのがこちら、アディダスのポパピュア天一ジャパン。天一ジャパン、ランクがあるんだ。天一ジャパンでございます。ちょっと今回新品というか、もう完全にイベントから履いてるやつなんで、だいぶ履いてますね。結構履いてるよ、ね、結構履いてる。こちらの方ですね、前回のイベントの方はトレーニングとテックボールとあとビタ止めチャレンジ。ああ、ビタ止めか。まだケイコが元気の時ですよ。確かに、お前あの時は息切れしてた。本当にビタ止めしてたよ。今回はそれのもうより詳しく、確かに性質とか言ってなかったもん。履き心地とやっていきたいなと思います。フィット感の方はもう目隠しして俺がやってるから、そちらの動画を見てもらったら分かります。ちょっと詳しく説明をさせていただきます。まずカウレザー、カウ牛ですね。そう牛、当たり前体操ってことか。カウカウ自体に見るね。フュージョンスキンアッパーとかのね、スピードとかを防いでます。ちょっと厚みを持たしててトラップしやすいとか、うちがボールの勢いを吸収したトラップだから、ビタ止めチャレンジとかやりやすかった。チェック力ある。カッカなのよ、なんか表面が。そう、なんかクッションみたいなの入ってる。そう、風に見えるわ。すごいふかふかなトラップしやすいような、コツ。これは新素材だよ、絶対進化してますか。カウエグいわ。もう簡単に分かりやすく言ったら、これボールタッチとかパスとかにその繊細なスパイクになってます。なるほど。でこちら HGAG なんで、まあ土人工芝で使ってます。また天然芝でやるときは FG モデルがある。コパシリーズの俺イメージはもうタッチとキックとかボランチみたいな、ね、そうスピードとかっていう感じよりもやっぱタッチも多かった。それすごいよ。でこれ前回その、ケイゴがコパをちょっと一瞬入ってんの、このベラね。そう、繋がってる。最近のスパイクって全部繋がってるから、高高の人入りにくいんだけど、これもうここまで開けました。紐を緩めたらダーンってここまで入りますから、これ誰でもうんなり入ります。これはほんまにね、履き心地がめちゃくちゃいいんですよ。いいね。 HG はここがね、破けないように、そう水のあれとか。ただ FG はないの。 FG はないです。今回これを使って、ボールタッチとかイベントで伝えきれなかった部分をちょっと伝えますので、ということで、やっていきます。はい、任せてください。普段 X 履いてるじゃん。トラップはそっちなの。余裕で、タッチとか余裕で。あ、そう、余裕でなの。タッチのコントロールはもう絶対こっち。ファーストタッチは上手ですか。今やから怪しくないか。どういうこと。でもちょっと風あるけど、風を利用してここ。滑り具合はどうなの。結構見た感じツルツルな俺は気もするんだけど。いや、滑らないよ。意外と滑らないんだ。どっちかったら滑るんは X の方が正直滑るかも。やっぱ革やからね、なんだかんだ引っかかる。なんだかんだ1枚からなんだ。え、そうだよ、これは1枚からだって。え、そうだよ、1枚からだって。そう、縫い目がないんだもん。縫い目ない。そう、縫い目ないんだ。ツルツルです。これすごいんだ。こんな感じで縫ってね。いくぞ。あるのかな。タッチで次のプレー繋げろ。はい。おお。はい。飛んでるね。でも胸から落ちてんだよ。危ないよ。着地。ほら、胸痛めてるもん。着地が？あいつ胸からいってるんだよ。胸。どっちが苦手なのかい。こっち。
決めよう。ここ取らん。うぇぇ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 よしこれですよ皆さん。もう一発お見舞いしますよ。もうビビって取れないよ多分。今のは俺のオンゴールだよ。あいつは得点じゃないよね。お前シュート練習でオンゴールってあんまないって。大丈夫ラストちょっとあの無回転キッカーの無回転フィーリングだけ。無回転って無回転。あるやん。あるな。こっちを履いたら一回転も蹴れるようになるぞ。あとこんだ。行ってね、そう履いてみてください。ああということで、概要欄に貼っておきますのでそちらの方もぜひチェックしてみてください。あの前回の動画でも言ってると思うんですけど、イベントでねプレゼント企画もありますので、前回の動画を見て応募します。ちょっとぜひサイズ限定とかじゃなくてその当たった人にのサイズを送ります。おえー最後まで見てた人これいいね。はい、それではまた次の動画で。せやもう